はい、どうもおはようございます。速稼塾の久保でございます。まあ今週はね、動きがずっとなかったわけなんですけども、ババッとね、ファンダメンタルが起きてから目立った動きが出てまいりました。どちらにしても、昨日今日と、まあ予測が不可能というかテクニカルが効いてない状態ですんで、皆様におかれましては相場から離れてね、ちょっと何回も言いますけども、リフレッシュして私生活を充実することに努めていただきたいと思います。でもしね、 FX どうしてもしたい場合は基礎用語の暗記、こちらの方に一生懸命ね、労力を割いていただくことと、あとは折れないための精神力をねつけていっていただきたいかなと思います。FX オリガルヒにご参加の方は、あの精神力っていうカテゴリーがありますので、そちらを参考にね、精神力を高めていただくことと、 FX で実際に勝てるようになったら何がしたいのかってことをね、100個ぐらい各トレーニングをしてみるといいと思います。この各トレーニングってね、本当にね軽く見ない方がいいですよ。あの昔から紙に書いたことが現実化するっていうふうに言われてますけども、実際そういうことがあるかないかっていうのはね、根拠に薄いところがありますけども、紙に書くことすらしないぐらい自分の希望が弱いんだったら、それは叶いませんよね。やっぱりこう大学受験の時もね、なんとか大学合格とかって書くじゃないですか。鉢巻きするじゃないですか。まあ鉢巻きはしないにしてもね、壁に合格必勝って書くじゃないですか。で、ああいった行動をするぐらい自分の希望に対してまあ純粋なのか、それともまあそんなの意味ないよね、めんどくさいよねって言って、その手間すら惜しむのかって、結構大きな意識の差ですよ。あくまで意識の差ですけどもね。で、あとは意識の差が結果にどのぐらい影響をもたらされるのかってことをそれぞれの方が考えるかどうかですよ。でもやっぱりね、 FX オリガルヒに参加したりとか、速稼塾の FX の相場解説見たりするっていうのも意識の行動への変革じゃないですか。だからこういうことを積み重ねていくことだと思うんですよね。はい、ということでここまでをもう一回まとめますけども、今週はですね、 FX やらなくてもいいです。ものすごく難しくてテクニカルほとんど聞きません。私も昨日から今日にかけてね、これからお話しますけども、いろいろ考えたんですけども、そのたんびにご破産になってます、考えが。ですんで、当てにしないでください。ただね、私がね、こういう時でも試行錯誤して何とかしようとしてるっていう、この意識の積み上げをやってるってことだけ伝わっていただければなと思います。さあ、じゃあデイリーから見てまいります。デイリーを見てまいりますと、相変わらずの右肩上がりは変わりません。ね、全体的に右肩上がりでしょ、明らかに。こういう風に言ってるわけですからね。で、先っぽのとこだけ、下の方にこういう風に降りてますけども、ここでどっかでね、弾みをつけて上昇するためのセカンダリートレンドですからね。ここもセカンダリートレンドですけどもね。で、セカンダリートレンドが終わった時っていうのが、まあ、いわゆる斜めのブレイクですね。そういう話ももう以前したと思いますけども。じゃあ、日足の方は、円高の方に向かう要素は特にありませんし、昨日の日銀の発表でもね、一応、利上げをせずに維持していくということでございましたんで、このまま円安は進むと思われます。ただし、昨日今日と円安が顕著に進んでいるようには見えませんけどもね。そういうこともありますよ。で、4時間の流れですけども、4時間も全体的には右肩上がりになってます。で、以前ちょっとお話した三角形がこういうふうにね、フラクタルを作りながら、で、ここでブレイクをしたよねってところはまだ変わっておりません。こういうふうにね、ブレイクして右肩上がりなんですよ。で、全体的に右肩上がりを作っていって、ここでね、再度、これがいつ上向きに動くのか分かりませんけども、まあ私はね、これがね、136円とか135円の方に一方的に円高に進むっていうのは、まあこれはね、考えられないなと思いますよね。ただ考えられないと言いつつ、こういう時に、まあここで推移した時代もありますんでね。うん、だからどこまで戻るかってことが分からないから、なかなかそこを打ったところが見えなくって、まあ苦労してるわけなんですよ。それを今1時間でお見せしますね。昨日の深夜23時にも解説をしましたけども、マチレンジっていうね、言葉を使わせてもらいました。このマチレンジを破って上の方に進んだんで、もうあとはフラクタルで上の方に進む方が見えてくるんではなかろうかと昨日の23時では仮説を立てたんですよね。それによって今日は139円を突破する、そんなね、1日のシナリオを見ていこうと思ったんですけども、昨日の23時に動画を上げて、朝こうやって目が覚めたら何のことはない、こっちの方にね、無慈悲にもう下がっていってしまったということでございます。通常考えられるのはここと同じ水準で止まるんではないかなっていうところなんで、午前中はそこを見ていこうかと思います。止まるのかなって、そして反転して
上昇に向かいつつあるのかなって、これがね、本日7月22日の午前中に起きるかどうかっていうのは一つの争点です。もしそれが起きるなら1日かけてさらにねこうやって戻っていくことも見えるんですけども、いやこれね逆にさらにね落ちて136円台の方に向かうんではないかなと。そうなった場合はまあ当然、エントリーっていうのは考えないんですけども、またね時間軸をもうちょっと戻してですね、どこまで落ちていくのか、もう一回4時間の方見させてもらいますよ。もう一回、今だからここの水準でしょ、ここに戻るかどうかの午前中見てるんですけども、この午前中で本日の午前中にさらに下がるようだったら、今度はねこの辺りまで来るんではないかなって見ていくってことで、引いてはここに三角形がありますけども、三角形の先っぽをちょっとね仮にこの辺りに取っていきますけども、この辺りまでも今度下がるんじゃないかなとかね。でその後は以前使っていた赤い線をちょっと頼りに、どこまで円高が進んでいくのかを見ていかなければいけないかなと思います。その上で反転して上昇するところを、エントリーしていくって感じになります。どこでね上昇するのか分かりませんよ。これが今週中に起きるのか今月中に起きるのか分かりません。で今月7月は140円達するんではないかなっていうふうに思いながらずっとバイでエントリーを成功させてきたんですけども、今週に入ってそれが大きく崩れてきたかなと。値動きがないばかりか139円140円に向かうんではなくって、今心配してるのはどこまで円高が進むのか、つまりは136円台135円台の方に進んでいく可能性があるんじゃないかなっていうふうに今思ってるでしょ。だからここで大きく方針変更をせざるを得ないかもしれない。まあその様子を見るのが本日ということになります。いやちょっと難しくなりますよ。あのエントリーはしなくてもいいです。こんなので、あの金を稼ぐようなねチャンスが見出せると思いませんので。で今週はもう